そう明日12時からショールーム配信がありますたこ焼き部の武藤りんさんと私とハッツさんハッツの3人で配信あるみたいです。ね何か何やるっていうのはなんかざっくりは言われてるんですけどまだ詳しくは言われてない結構なんかその場でみたいな感じだからドキドキですねどんな感じなんだ これね、結構本格的どんな感じでこうなっていくんだろうねこんばんはそうあと今日は20時ぴったりにあのー、なんだっけ TikTok 投稿できたので皆さんぜひ見てください今日はね20時ぴったりにあげたんです いつも結構20時前は20時前はあげることをたまーにっていうか2回ぐらいかなあったんですけど20時後は20時後にいつもあげるからぴったりは初めてかもしれない。とさんことんとんさんありがとうございます。 ありがとうさよならそうあと昨日夜にハチと散歩に行ったんですよじゃんハチと <laughs> ハチと散歩に行ったんですねで私一時期ちょうどいつだろう ?119876 半年ぐらい前かな半年今ないぐらい前の時に散歩にめちゃめちゃハマってた時があって本当に趣味私散歩だっていうぐらい散歩にハマってた時があるんですよそう散歩ってだから朝に行ったりとか逆に夜に絶対毎日1か月2週間ぐらいかなずっと行ってたんですけどそうその時やっぱ体全身むくもなかったしそうあとね なんか足がね痩せてるふわなんか足が <laughs> すっきりした感じがあってで昨日久しぶりに夜に散歩行ってまあでも結構私散歩するの結構好きだからそうまあ歩くこと結構好きだから好きっていうかまあテンションが上がったら好きなんですけどそうそうそうでそれであのそうそうそうで昨日久しぶりに行ったら。 また散歩の楽しさが。蘇ってきたから。今日も散歩行っちゃおうかなって感じです。ね散歩っていいよね、やっぱ。散歩散歩散歩。散歩散歩散歩。散歩散歩散歩。これは天くんとチのおもちゃ。 めっちゃ最後バスのめん玉飛び出ちゃってひーん,ふーんふーふーめっちゃ似てない顔うん <laughs> は取りりに行まませんおもちゃを YSS ありがとうございますそうだから今日も散歩行きたいと思ったんですけどあの私,お私のお姉ちゃんめちゃめちゃハチのこと敵愛しててなんかハチの今日悪い夢見たみたいでお姉ちゃんがだから「散歩行くな!」って言われてハチとはいけない。 かといって天くんと二人っきりで行くのはまだ天くんちっちゃいからさ怖いんですよそれも夜だからもうそうなったら私一人で行こうかなみたいな感じですね寂しいでも一人で散歩結構好きな理由は私結構音楽が本当に好きなのなんかこの職業職業っていうかまあアイドルし,してるからっていうのもあるけど結構音楽ずっと好きで なんか何か,しかあったら私すぐ音楽聴くんですよ結構じゃあちょっとリラックスしたいなとかっていう時もすぐ音楽聴いたりとかしたりとかあとメールチャマメール書く時あのモバイルメールファンの方があの有料会員しか見れないメールっていう機能がアプリっていうかアプリだしそういうサービスがあるんですけど月々お金を払っていただいたらそのお金払ってる人にしか見れない私の写真とか。 あと毎日メール私が今日したプライベートのこととか今から何しますとかっていう <coughs> ことが分かるそのあるんですけどそういうサービスが AKB それを書くときにもいつも聞いたりとか携帯持ってる時は大体音楽流してるって言っても過言じゃないぐらいそうだから散歩の時に一人で音楽聴くの大好きなんですよ で散歩してると結構いろいろ考え事ができるのね。で昨日もね考え事できてたなんかね良かったですね。昨日いい時間でした散歩すごい。ハチも言ってくれたんですけどそう昨日はハチの散歩のために散歩したんですけどいいねやっぱ体すっきりするしね。今日なんかゴルフしたからゴルフしたりとか今日ダンスの練習してたんですよ。だから あのなんか今日体一日動かしてるからなんか体が活性化ゴルフの時音楽聴いてるえっとねイヤホンしてますあので外部取り込み音付きのなんでかっていうとなんかゴルフ場で音楽聴きながらねなんか練習してる人がいてで音楽聴きながらってどうなんだろうと思ってそうで 私もやってみたら今日割といい感じでしたあえっとねたこ焼き部は明日12時から配信があります見てねみんな待ってますたくさんコメントで「れいちゃんかわいいれいちゃんしか見えない」って書いてください <laughs> ぜひ1えっと12時からって書いてました私がさっき Twitter でリツイートしたので皆さんぜひ見てね三つ編み 了解しましまたそうあと今日も TikTok 私結構 TikTok 毎日投稿さ続いてるよねたこ焼き作るのかなどうなんでしょうか皆さんお楽しみにということでそう毎日投稿頑張ってます ううほ,ほほさんありがとうございますそうそれもね今日あげた TikTok は結構編集頑張ったんですよなんか今日のはあの色色合いが結構編集頑張りましたなんか色合いが結構何て言うの最初暗かったの暗くて。 顔の表情がなんかあんまり分かりにくいなと思ったのとメイクがめっちゃ薄く見えたから色合いをちょっと明るくしてフィルターをつけようか迷ったんですけどやっぱノーマルの方がフィルターはいいなと思って頑張りましたこれ結構時間かかった昨日ずっと編集で頑張ったんですよなので是非いいねしてねコメントも昨日のちょっとバズってましたね1000いいねぐらいいってたんじゃないかな 嬉しい嬉しいそう私のファンの人が大体じゃあ300人ぐらい400ぐらいかな私のあのアイドルで好きな人だから残り600はあの TikTok で知った知ってくださった方がいいねしてるって感じだねそう 本当に今 TikTok に私さ本当に命かけてるからさ命っていうか時間かけてるのだからスクリーンタイムとか TikTok の編集時間がねめちゃめちゃ多いと思う昨日もねあの編集ずっとしてたからそうずっと携帯で目が痛くなっちゃったけどそう今の時代やっぱ TikTok 来てるからね ケントレイさんありがとうございますそうティックトック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 15秒動画だって私はその踊るとかのコンテンツじゃないタイプでやってるから15秒とかじゃない20秒15秒の時もあれば8秒で終わっちゃう時もあれば ハーク大イさんありがとうございますイエイ明日みんな見てね12時から配信明日日曜日だねえあとねみんなにねめちゃめちゃおすすめしたいねグミがあるのなんか昨日お母さんがね買ってきてくれたグミなんですけどちょっと待ってて じゃんこのグミなんですけど硬いのこれめっちゃ硬いのでも今日ねダンスしながらお腹すいたと思った時があったのでもこのグミで我慢してたのねそしたら噛んでる感じするからお腹いっぱいっていうかまあお腹すかなくなったいちごめっちゃ重いの。 まだ噛み切れてないから、こんな、うーん、ってあっても。うーん、噛み切れてません。うーん。うーん。まだ噛み切れてません。うーん。うーん。うーん。うん。やっとちょっと半分。なんか、は、歯の跡がついてる感じ。

本当にこれぐらい硬いのえめっちゃ歯痛いよこれ普通にうん何味があるのえっと3種類しかないんですよこんないっぱい入ってない三3種類しかなくていちごとみかんとぶどうえこれ本当にねでぶどう味食べたいめっちゃ硬いのこれでも見てぶどうの一応形してるめっちゃ硬いの見てて 出て全然かえんあかめっかめちゃいましためっちゃ硬いねあこのゴミがちょっとやわらかかったカんでかんでみーなめっちゃ硬いこれ酸っぱいんですよちょっと結構酸っぱいなんかねこの このねこの白いのパウダーなんですけどこれが酸っぱいのうん酸っぱい,いいんですよ買ったこれ本当に硬いうんうん,んでしないと本当に噛めない 多分歯が弱い歯が弱いっていうかなんか今歯の治療中ですとかっていう人はやめた方がいいかもそんぐらい硬いこれうん硬かたた 一粒あたり七七カロリーなのこれ、結構あるね。え、七カロリーあるの。あと一個。癖になるんだよね結構。 ブドウ最後食べて終わりますでももうブドウ味なくなったグミめっちゃ硬いんだよねこれ噛んでみーなー ごちそうさまでした。グミ、買ったーって感じ。みんな食べてみて、ね。食べてみて、ね。ど<ド>、どとん、どとうきさんが二度目の訪問だって、すごい。い <laughs> どんどんどん、ドンキ、ドンキー。ほうて、ちゃんちゃんちゃん、何でも激安、激安、テンクル。ジャングル、ドン。<laughs>

って流れるんん絶対知らなないでしょみんな最初ね私ドン・キホーテの歌結構好きであの <laughs> なんかいやななんでドン・キホーテの歌が私好きかっていうと藤野の家ってさそのなんか結構 AZ っていうところがあるんですけど藤野の家って結構っていうかなんか鹿児島にあるんですよ AZ って言ってなんか A から Z まで全て揃ってるなんか倉庫型のマーケットみたいな。 だから、まあ、東京とか関東とかで言ったらコストコとかイケアみたいな感じ車とかも売っちゃってるんですよ AZ ってそうで AZ ってまあ九州なのかな私東京で見たことないんですけどまあ、鹿児島にあるのか九州だけなのかそれとも何鹿児島だけなのかちょっと分かんないんですけど AZ っていう AZ ってあのローマ字の A と Z って書いて AZ って読むんですけど AZ のあのがあるんですけど、まあ、お買い物屋さんがあるんですけどそことかあとドンキとかその結構夜のドライブであの寄っていく場所なんですよ藤園家って。藤園家って AZ 好きだから田舎だからさ AZ 大好きなんです田舎者だからさ。 AZ に夜行こうとか言って夜中ですよ本当に10時とか出発とかして帰ってくるの2時とか全然ある AZ に行くんですけど夜でその私雰囲気大好きでなんか家族で仲良く AZ に行くみたいな習慣が大好きで,で、まあ、AZ の曲ないんですよでまあドンキも帰りによるからドンキの歌よく聞いてその昔の昔の家族っていうか何その楽しく。 楽しい時を思い出す時にたまに聞くんですけどなんかめっちゃ寂しい女の子みたいな感じなんだけどさ <laughs> あの <coughs> あの <coughs> <coughs> 聞くんですけどね YouTube でドン・キホーテの歌って私結構検索するんだけどさドン・キホーテの歌好きだから最初「ドン・キン・ホーネーから始まるのドン・キホーテって。 最初なんか女の子え、まあ、聞いたらわかるこの話多分聞いたら通じるんですけど最初に女の子が「ドン・キホーテーじゃんじゃんじゃんどんどんどんドンキードンキホーテー!」「なんでも揃って激安ジャングルどんどんドンキー」「どんどんどんドンキードンキホーテー!」

ねねねねねねねンレンここの歌詞わかんないんですけど「レねねねねねねねレン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 」「ドンドンドキーキーー」っていう歌です。知ってる

待ち合わせ。っていうあるよ、最初。ミラクルショッピングってタイトル。ええ。ドンキで何買うの、いや、何買うっていうのはないんですけど。強いて言えば、カルパス箱で買うとか <laughs>。 もほんとにそんぐらいしか買わないプレイリストに入れないといほんとにねサビはあるのサビは多分「ダン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 ,ンキーダンキーホーテー」の部分がサビだと思いますなんでも揃って激やシザングルダンダンダンキーダンダンキーってとこが多分サビだと思う A メラとかあるよえあるあるあるドンキーホーテー ドンキドンキホーテなんでも揃って激安ジャングルドンキホーテドンドンドンキドンドンキドンドンドンキドンドンドンキでそっから「んねんねんんねんねんねんんねんんねね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 ねドンキホーテで待ち合わせ」 「なんとかかんとかかかかかなんとかなんとかんとかかかなんとかかんんんとか」っていうところが A メロそうドンキードンドンドン,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 ドンキー なんでも劇圧揃ってジャングルダンダンドンキヘ,ヘヘイです <laughs> ドンキーホーテいいですよねいや本当にドンキーホーテいいとこですよたくやき部頑張ります明日たくやき部の歌作ろうよこんな感じでなんかさ頭に残るメダルいっていいよねどんね たこ焼き部の歌作りたいカラオケ用のイヤホン買ってえ買ってないんですよてか私三脚ぶっ壊れちゃって今なんかこのリングライトなんですけどねリングライトが壊れちゃってどうしようって感じなんか外れるんですよリングがだから配信をこっちでしたら倒れたら危ないからそう。 それもイヤホンもないしね配信用配信用具なんかだんだんと壊れてってるんですよ私配信するんなって言われてんのかな <laughs> まずは歌詞を使らないとえ買お顔だっていや壊れんな,なんでいやマジで壊れてる見るほらリングライト見てここここでさ棒があるんですよそこの棒ともネジがバカになっちゃってダメらしいとりあえず上にかぶせてるって感じ 激しいのいやもうね3年ぐらい使ってるからかな私初期でもう4年目だから4年と使ってるって感じかなこれちょっと <laughs> ちょっとリングライトいいやつ買おうかなでもね部屋が狭いからさ置くとこないんだよねと思ってドンキで買わなきゃ安らこそドンキで買わないとリングライト買いに行こうかな今度ちょっと。 ね、ちょっと YouTuber さんとかが使ってるさガチのリングライト買おうかなでも言ってさ私さ TikTok とかもさもうああいうコンテンツにしちゃってるじゃんああいう系統にしちゃってるから別にリングライトもさいらないんですよね。TikTok がその踊ってる系でバズったとかさ踊ってる系でやってるとかだったらさリングライト結構大切だけどさうーんってかもしれない。 みんなリングライト使ってるのうん多分ね今みんな使ってると思うメンバーも使ってない人とかもいると思うけど使ってる人もいると思うねえやっぱリングライト大切あるとないじゃね結構変わるんだよねほら暗くないまあって感じだけどここで使うだけうんかなショールームでは絶対毎日使っててあ あとはリングライトは結構高さが出てたから高さがある脚立だったからダンスを覚えるとかと時とかに立てかけてやってたりとかその脚立でやってたんです脚立三脚かでやってたんですよそうあとはそれこそお家ち生写真の時とかもリングライト使ってるし撮影物とかの時はリングライト必須ですね意外と使ってるリングライトって感じ なんか明るさが足りない時とかリングライト絶対使おうからね。ちょっとリングライト後で調べようって感じ。じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。 13位、プッチリさんありがとうございます。12位、ケントレイさんありがとうございます。11位、天守閣さんありがとうございます。10位、清さんありがとうございます。9位は、ベベモンさんありがとうございます。8位は、幻さんありがとうございます。7位は、y s a 七三さんありがとうございます。6位、吉本レッツさんありがとうございます。5位、レイのダブル巨大グミさんありがとうございます。4位、セッキンさんありがとうございます。3位、ウホウホウさんありがとうございます。 二位はとサンコトントンさんありがとうございます。一位は科学大佐さんです。ありがとうございます。みんなありがとうだ。ありがとう。十九日何があるの？いやーもうね皆さんにやっとですよ。やっとお待たせしました。やっとやっとお披露目ですって感じのことですね。はい。まあねーまあ多分もうそろそろわかると思うんですけど。 まあ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 劇場公演みたいな感じだったりしなかったりみたいな感じですね <laughs> はいまあダンスも練習してるっていうことなのでまあそれはねわかりますよねって感じ <laughs> はいじゃあ皆さんまた TikTok もぜひみんなチェックしてみてねバイバイおやすみみんぜみみん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 バイバイバイビー